鳩豆はですね、創業が明治18年、こだわりといいますか、鳩豆を作るときにやはり見ているところは、一つは色、真っ白に上がるということ、それと形、まん丸に上がるということ、それと味です。味は小麦粉と砂糖がうまく混じ合って、そして焦げる寸前で揚げるのが一番おいしいということで、だいたい50分ぐらい煎り上げの時間をですね、使って、焼いていってます。筑後産の小麦粉と砂糖だけの素朴なお菓子ですけど、ぜひ皆さんも食べに来てください。よろしくお願いします。